ビジュが撮影村毛一人だけ T シャツで肩身狭かったって言ってたとユニフォーム作ってやる。<laughs> なんだお前ユニフォーム着て、ユニフォーム着たらプロなのか、ビジュ。違うだろう試合に勝ってこそだろう思い知らせてやれよ。T シャツで。本質を、な捉えるな。履き違えるな。上半身裸で行くぞ、オフライン。ン俺ら。で、なんで裸なんですかって言ったら、いや、ユニフォームなんかないんで。 え、バルランとやるのにユニフォームって必要なんですか縦掘るよ、じゃあ俺の。全員に。ここに。スポンサーどうすんだスポンサーがいねえ、うちに。俺だっつってんだろう。あ、かまた怒られてた。なんか、ユニフォーム準備してくださいって言われて、かつ、ユニフォーム、ちょっと準備しなきゃいけないらしいんですけど、あ、いや別に準備しねえから適当になんか、うまいことごまかしといてって言ってた。ねえのに準備しろって意味わかんないねえんだからなんでねえのに、 めえんだもん、ユニフォーム。じゃ、巨人のユニフォーム着ていこうか。しか、も目立っていいじゃん。なんでさ、わざわざさ、目立たないようにするんだよ。お前、プロなら目立ってなんぼだろう。世間体なんか気にすんな。一番目立つだろ、T シャツで行くのが。体臭に合わせるな。悪目立ちでもいいんだよ。<laughs> 目立つやつくれい嫌なんかその、もうプロ、 のやつってさ、もう目立つじゃん。あんなキラ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 目、あの、テッカテカのさ、あの、一番エッチな素材で作ってるでしょ、みんな。梅原大吾見たら、梅原さん、ちゃんとユニォーム着てんじゃねえかよ。<laughs> お前絶対に自分が撮影される側なら絶対に嫌だろう。うマジで俺クソどうでもいい、俺は。一人だけ俺も化粧もせずに出てくし、出てくし、いつも。梅原さん、私服で出てんだ。でも、公の場に行くときは着てくでしょ。あ、私服なんだ。 へえ。ヨレヨレの半袖短パン B さんでいけ。<laughs> いいね。着てるイメージあるけどな。なんか、ちょっと紺色のやつ。レッドブルみたいな感じの書いてあるやつ。